はい。皆さん、こんにちは。ワダルギルフィジです。今回は、プレイステーションのゲーム、沈黙の艦隊、ドラマチックモードの続きをプレイしていきたいと思います。
さあ、では、米元帥シウルフ2隻との戦闘に入ってますが、優先誘導弾を撃たれているという状況です。これをまず回避するということです。魚雷の回避手段はデコやカッターを使うだけではない。より高度な方法として肝運動による回避も可能ということなので、相関しながらですね、うまく回避をしていきたいと思います。で、優先弾の回避に関しては、深度差400メートル以上の急速潜航、または急速浮上で回避可能、あるいは90度以上の急速転弾ということなので、このあたりをね、うまく使ってみたいと思います。では、早速ですが、速度を上げつつ、急速旋回をしていきましょう。さらに、線まで一気に潜ります。かわせましたね。さあ、では、ウルフ B、キングを撃沈したので、今度は、ウルフ A、アレキサンダー、これとの交戦に入ります。では、まずは、敵の優先魚雷が来てますので、これを先ほどと同じ要領でかわしていきましょう。で、その後ですね、まずは、アレキサンダーの位置を確認しにかかりましょう。食らった。ちょっとかわしきれなかったな。さあ、敵発見してます。さあ、敵の横につけることができたので、ここで、魚雷を撃っていきましょう。ホーミング2本同時に撃ちます。で、速度を5ノットまで落としましょう。で、向きもちょっと変えます。さあ、真横から当てられるはず。かわされた。では、ちょっと敵の後ろを取る動きにしていきましょう。
では敵の後ろにつきました。ここで一回アクティブソナーを打って探知状況を確認します。現在シーウルフ、ボトム状態の可能性ありということですね。深度216、距離1600というところなので、これちょっと引っ張り上げないといけないんですが、ちょっとなかなか難しそうなので、まずは優先弾を4本打ってみましょう。試し、ものは試しということですね。まあ、1対1の戦いですからね。敵も魚雷を撃ってきた。こちらも魚雷を当てている。では、敵の魚雷をかわす動きをしていきましょう。なんとかかわしきりましたね。そしたら、速度を落として、次の優先弾を当てに行きます。完全に距離を落として、マーク50。これの優先誘導弾、4本、打ち込みましょう。これが当たってくれれば撃沈も可能かなと思います。全弾化された。そしたら、追尾しながら、次の魚雷を撃っていきます。こちらがね、圧倒的に有利な状況にありますので、ここは魚雷を次々に撃っていくという作戦でいいかなと思ってます。さあ、当たってますね。はい。というわけで、まあ、シーバットこと、ヤマトと同等の性能を持つシーウルフ、キング、アレキサンダー2冠との戦闘を行いました。今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、またこの続きをプレイしていきたいと思います。